ロー YouTube、 どうもこんにちは。本日なんですけど、今日はね、最近話題の暴露系 YouTuber ガーシーチャンネルは正義か悪かというテーマでね、お話ししていきたいなと思います。まあ、突然なんですけど、皆さんガーシーチャンネルってご存知ですか？まあ、知らない人のためにね、簡単に説明しておくと、まあ、そのガーシーさんっていうのは、まあ、今 YouTuber で彗星のごとく現れた、まあ、芸能人とかのその不倫関係であったりとか闇の部分をね、暴露していくっていう風な、まあ、YouTuber なんですよね。で、今これすごく勢いがあって、チャンネル登録者数がね、なんと100万人、まあ、突破したりとか、まあ、すごい勢いがあるんですよね。もう影響力がとんでもないと。で、この人はもともと芸能人とつながりがたくさんあった人なんですよね。やっぱ27年間その芸能界にその異性を紹介したりとか、その人脈を、人と人をつなげる人脈の仕事をしてたらしいんですよ。で、それがね、まあ、ある時その YouTuber のヒカルさん、まあ、トップ YouTuber のヒカルさんによって、なんかその詐欺師とヒカルさんの内の動画で言われたことによって、多くの芸能人が手のひら返したことによって、だから全てを失ったらしいんですよ。で、急にその借金も背負ってしまったがゆえに、その今まで築いてきた手のひら返した芸能人の秘密、不倫とか、その脱税とか、まあ、その薬やってましたとか、そういうネタをね、どんどん暴露していってお金に変えるっていう、まあ、YouTuber で、まあ、週刊文春の、まあ、その YouTuber バージョンみたいな感じなんですけど、これがね、今賛否両論巻き起こってるんですよね。例えば、なんかその、いや、人の秘密を暴露して金に変えるって、この人頭おかしいんじゃないかとか、で、芸能界ではなんかこいつやばいやつみたいな感じになってまして、なんか指名手配、なんか懸賞金もかけられてるみたいなんですよね、ガーシーさん。だからガーシーさんは今、その誰とも関係を、関係を持ってなくて、すいません、関係で、ガーシーさんは誰とも関係持ってなくて、今海外にいるんじゃないかと呼ばれてるんですよ。で、これね、よくね、今最近いろんな YouTuber とか、この人は良くないとか、いや、この人結構正義なんじゃないですかみたいなことを言ってる人たくさんいるんですけど、僕はね、どっちかというと、まあ、旗から見てる分には、まあ、正義というか、まあ、結構ね、興味深く見させてもらってるなっていうのがね、まあ、僕の、まあ、答えです。っていうのも、やっぱりね、ガーシーさんがやってる、まあ、悪い部分っていうのは、今までその27年間仕事とかで築き上げた芸能人のその人脈とか秘密とか、芸能人の実際に話したことでしかないと知らないようなことを、その多くのね、その一般人ですよね。要はその週刊文春とか、その芸能人との不倫ってやっぱり人気じゃないですか。やっぱり誰と誰が不倫してましたとか、芸能人が脱税してましたっていうネタは、やっぱり一般人大好きなんで、まあ、それをね、まあ、こう、売っていくっていう手法なんですけど、これは完全芸能人の、なんていうんですか、恨まれまくってるんですが、もうガーシーさん自身はもう なんかもう失うものがないらしいんですよね。だからやってるんですが、僕、これはね、結構ね、まあ、っていうのが反対意見なんですが、僕はね、結構賛成派っていうか、面白い派なんですよね。っていうのも、やっぱり芸能人って闇深いじゃないですか。例えば、やっぱりどんな女優さんであったり、俳優さんでも、すごい表では、もう聖人君子、ね、誰からも何からもいいように言われて、あの人かっこいいと言われてるんですが、裏ではもうえげつないことをやってると。で、それをね、ガーシーさんが今回、例えばですよ、綾野剛さんとか、白田優さんは、本当になんか、もうお金をね、その一般人の人から、まあ、投資詐欺に引っかかった時に、自分に一般人の人からそのほぼ詐欺みたいなやり方でお金を巻き上げたりとか、あと、まあ、なんか不倫浮気をしてましたとか、まあ、そういうネタであったりとか、新田真剣佑さんに関しては 反社会組織、まあ、半グレとのつながりがあったりとか、また脱税をしてたっていうネタであったり、で、挙句の果てにはなんか沢尻エリカと、まあ、沢尻さんって最近薬で逮捕されたじゃないですか、2019年に。で、その1ヶ月前とかでなんかその決めセクをやってたんじゃないか疑惑とかも結構言ってたりとかしてて、これやばいなと思って、やっぱりね、芸能人って、まあ、やっぱその、まあ、イメージ商売なんで、まあ、多くの人は、やっぱりその、かっこいいとか、あの人いい人なんだって思ってるけど、裏では脱税したりとか、薬やってたりとか、反社と繋がってる可能性あるわけですよね。新田真剣佑さんの場合は、まあ、実際にあったということで、やっぱりね、時代が、今2022年なんで、誰でも、その、情報発信できる時代になってきてるんで、やっぱりその、なんか悪い噂を隠すっていうのはもうできない時代だと思うんですよね。で、やっぱりその多くの、一般人、民衆も、その、なんていうんですかね、いいのも悪いのも知って、で、その上で判断していくようなことを求めてると思うんですよ。例えば透明性みたいなものをね。だからちょっと前のそのブラック企業がその悪いところを隠していいところだけをやるとか、その、なんていうんですか、
そのある商品を売るにしても悪いところは隠していいところだけ前面に押したところで、やっぱり SNS があるから、その口コミであったりとか、その Amazon のレビューによって、まあ、もうちょっとそれはできない、いいところだけ、いいところだけを多くの人に見せるっていうのは無理な時代になってきてると思うんですよね。で、これは多分単に芸能界にも来ただけなんじゃないかなということには僕思ってて、まあだからね、まあいいタイミングなんじゃないかなと思います。だから僕は、その芸能界に僕が求めることっていうのは、僕正直そんな芸能界興味ないんですけど、まあある程度、その、イメージとかを作るんじゃなくて、もういいのも悪いのもできる限り透き通らせると。で、その上で多くの人がね、判断すればいいんじゃないかなと思います。なんならその Amazon のレビューのね、そちらの方がね、今後生き残っていくんじゃないかなと、まあ、僕は思いますね。まあ、ただ今回ね、反社とのつながりとか、新田真剣佑のこれ薬やってましたわね、結構衝撃で、しかも脱税もやってたり、多くの一般人から詐欺やったりしてるんで、これね、結構捕まえないといけない逮捕案件だと思うんですよね。まあ、どうなのかなと思いますね。でもなんか、ある程度こういうのを教えて、結構僕は面白いと思いますけどね。だって僕普通にしてたら、まず芸能人とのつながりもないですし、裏でどんなことやってるかって分かんないじゃないですか。でもこういうことを言ってくれる人がいるだけでも、その芸能界ってこういうもんなんだよとか、まあ一種の社会勉強みたいにもなりますし、まあ今からね、芸能界心がさしてる、まあ、小学生、中学生、高校生の方とか、あらかじめこういうもんだよって知っておくのもね、まあ、大事なんじゃないかなということで、僕はね、正直ガーシーさんもっとやってほしいなって思いますね。まあぶっちゃけね、僕正直そんな俳優とか興味ないんですよね。まあ強いて言うならガーシーさんの中で興味があるのは、まあ、浜辺美波さんと橋本環奈さんの恋愛だけなんですけど、まあ、正直ね男の俳優とか別にマジどうでもいいんですよね。まあ、でもなんかその闇の部分とか見れるのはいいんじゃないかなと思います。なんなら、まあ、あの人ら犯罪してても、まあ、表ではいい顔してるっていう、まあ、世の中ってこんなもんなんだろうなみたいな、まあなんか、うん、芸能界、世の中ってこんなもんなんや、みたいな感じで、まあ、一つの一種のね、まあ、あまりその理想を持ちすぎないというか、社会勉強みたいな感じで、僕はね、ガーシーさん、面白いなと思ってますね。はい。まあ、実際ガーシーの影響力ってこの人やばくて、なんかね、芸能界でも今、ガーシーチャンネルが、もう本当にそれ話題に見たのかみたいなことを、なんかなんかすごい影響力を持ち始めてるらしいんですよね。で、次は誰なのかであったりとか、で、国会でもね、ガーシーが取り上げられたり、まあ、いろんな YouTuber もガーシーのね、まあ、僕もそうなんですけど、ガーシーをやるとね、再生回数取れるってことでね、まあ、最近で言うとね、なんかメンタリスト DAIGO も、なんかガーシーに絡もうとしてたんですけど、まあ、結構、ガーシーはね、そのメンタリスト DAIGO を無視してると。まあ、実際、メンタリスト DAIGO って、人を攻撃することによって再生回数を取るっていう手法を持ってるんですよね。これどういうことかっていうと、そのトランプ大統領もよく使った手法なんですけどね、ヒトラーとかね、そのヒトラーだったらユダヤ人を攻撃すると。で、トランプだったら、まあ、何でしたっけ、外国人のを攻撃することによって、その多くの支持している人に、私は皆さんの味方ですよみたいなことを、その洗脳できるんですよね。メンタリスト DAIGO っていうのはヒトラーに憧れてるんで、まあ、その手法を使ってると。まあ、実際ヒトラーに憧れたのは優生学、その優秀な人だけが生き残るべきだと。で、劣った人は生き残るべきじゃないっていう思想を持ってた、炎上してましたけど、で、それで今 DAIGO がもね、メンタリスト DAIGO は、まあ、ホームレスを侮辱して、それによって再生活動をしてるんですけど、まあ、絡んでいったりとかいうことで、結構ね、面白いなっていうふうに思ってますね。まあ、ただ、これ、どうなるんかなっていう、この末路は結構ね、まあ、とりあえずなんか1年ぐらいは続けるらしいんですよね。っていうのも、そのガーシーさんって、これ多分やってる動機っていうのが、なんだかんでて金やと思うんですよ。僕、ちょっと1ヶ月くらい見て、最初はなんか全てを失ったと。で、全てを失ったから、その復讐するために暴露していくって言ってたんですけど、いや、僕、まずお金がない、借金返さなくちゃいけない。じゃあどうしよう。今まで築いてきた芸能人の人脈をその週刊文春みたいに売っていってお金にしようっていう、多分僕はだったらそうなんじゃないかなと思ってますけど、まあ、そこはね、ちょっと断言できませんが、まあ、そんな感じです。まあ、ということでね、今日はこんな感じです。まあ、ガーシーが正義か悪かということなんですが、僕はね、まあ、楽しくっていうか、興味深くね、見させてもらってますし、まあ、注目しております。まあ、僕はアイドル、俳優あんま興味ないんで、浜辺美波さんと、橋本環奈さんの、ね、恋愛事情だけはちょっと楽しみにしております。そんな感じでございます。うん、まあでも身内にあんな人がいたらマジで死にたくなってくると思いますよ。多分
もう今後やっぱりそのなんか SNS がそのなんていうんですかね、悪さをしても隠せなくなってきてるじゃないですか。例えばその小学校とかでいじめを隠蔽しようとしても、その多くの SNS がこれはいじめだから、そのもう一回捜査し直すべきだとか、なんかそういう世論の声っていうのが大きくなってくると思うんですよね。だからやっぱり今後、なんかこういう黒い噂とか身から出たサビじゃないですけど、悪いのは結構表に出てきやすい時代になってくるんじゃないかなっていうふうに個人的には思ってます。ということでね、ガーシーさん、チャンネル登録者数100万人いかれましたが、いや多分これまだまだいくんじゃないかなと思いますね。あの多分まだネタたくさん持ってると思うんで、まあ、個人的にはね結構注目してます。ということでそんな感じでした。皆さんどうですか、私はこう思いますとかこうなんじゃないですかみたいな方はね、ぜひあの僕の動画下の概要欄に、ね、コメント欄にコメントしてください。全て見てますので、あのぜひお願いします。ということで、あの最後まで見てくださってありがとうございました。ガーシーね、まあでもね、話が面白いんですよ。なんていうのかな、やっぱ YouTuber の中でもそのコミュニケーション能力はトップクラスに、まあ、すごいなっていう印象は持ちましたね。なんか話術がすごいというか、まあ、関西の、まあ、普通にそのやっぱタレントとかと話してるんで、コミュ力化け物だなっていう、まあ興味ある方一度ね見てください。そんな感じです。皆さんどうですかこれ。でも芸能人の不倫ってね、別にその人の不倫とやかくしたところで別にお前の得にならないだろうと、仮にその芸能人と不倫してなかったも次はお前じゃないぞって言いたくなるんですけど、まあ庶民はそういうのが大好きってことで、ね、まあ、実際数字も取ってるんで、まあ需要があるから多分ガーシーみたいな存在もできてるんでしょうね。あれ多分需要がなかったらここまでガーシーも話題になってないし続けてないかもしれないんで、やっぱそういうのは視聴者のああいうの面白いっていう風に思う需要があってこそ成り立つんで、まあ需要があるからビジネスになっていくんじゃないでしょうか。ということでそんな感じです。まあ、あと私もね Twitter、インスタ、TikTok もやってるんで SNS ぜひねフォローよろしくお願いします。チャンネル登録、グッドボタンもぜひお願いします。じゃあ皆さん、ガーシーについて何か思う方はコメントお願いします。ではじゃあね、バイ。